ということで、今回は109回薬剤師国家試験前夜に合格するために伝えたいたった一つのことですね、話していきたいかなと思います。とてもシンプルです。はい。多分これを聞いてる方はすごい血眼になってギリギリまで勉強をしている方が多いんじゃないかなと思います。そしてたまたま見た、出会った動画かもしれませんが、まあ、この動画を見てる人は今の時点でもうちょっとで10時になります。はい。その時間帯に聞いていて、皆様に伝えたい一つのことですね。寝ろです。はい。寝てください。今すぐに。もう寝る準備をして寝てください。理由としては、もうここから1点点数を上げる努力をするよりも、寝た方が点数は下がりません。ここからギリギリまで、徹夜までは行かなくても、12時回って1時とか勉強して、そして必須前に寝不足の状態で試験を受ける。その健康状態と今から寝てちゃんとすっきり起きた状態で必須を受ける、どっちが点数が上がるか、上がるというかいつも通りの点数になるかっていうと、ちゃんと寝た方がなります。なのですごいシンプルですね。それだけでも全然点数変わってくるので、まあ、しかも必須は乗り越えても理論とかで眠くなったりするからね。なのでそういったことをトータル的に考えると、今すぐ寝るっていうのが今あなたがしなければならない一番大切なことです。それでは国家試験頑張っていきましょう。それでは薬剤師国家試験攻略メソッドと薬剤師国家試験攻略予備校は、無償で運営しているため、続けていくためには皆様のご協力が必要です。 YouTube のチャンネル登録と X のフォローをよろしくお願いいたします。